はいどうも、レッドスターと申します。今回も、ブックオフ等で探してきたストレッチのカードを紹介していこうかなと思います。バンガードのカードになります。今回はこちらになります。はい、主にカゲロウのカードを、買ってきました。そちらの方を紹介していこうかなと思います。はい、もともとはギアクロのデッキを強化するためにねストレージ漁ってましたが、今回の感じ的にはカゲロウのデッキも組めそうかなと思います。はい、ドラゴニックオーバーロードザグレートですね。これはムービーブースターのカードですね。結構ムービーブースターのカード見つかりました。はい、レギオンしてるなら、あなたのバンガード全てなんかスタンドさせるとかそういった能力持ってますね。まあドラゴニックオーバーロードってそういう効果持ったカード結構多いですよね。これが4枚ですね。はい、で今度は煉獄竜ドラゴニックネオフレーム、これもムービーブースターのカードで、こいつが相方かな。はい、オーバーロードザグレートの相方になります。はい、ネオフレーム、リアガードの同時になんか、相手のリアガード1枚選んで退却させるって効果も持ってますね。はい、これも4枚ですね。はい、で、煉獄竜メナスレーザードラゴンですね。これブースター17のカードみたいですね。一応購入するときになんかデッキの参考ないかなと思ってネットをちょっと漁ったりするんですが、こういった例えばムービーブースターだけのカードで組めないときにはこういったあの同じカテゴリーで、でなおかつ次の、別の段のカードを使ったりとかも調べて買ったりしてます。こいつは煉獄含むバンガードいるならコスト払って同じ縦列のリアガード1枚選んで退却させるという効果もあってます。これは1,2,3枚ですね。はい、で、煉獄竜ランバートドラゴンですね。普通に、効果的にはただのって言い方おかしいですけど完全ガードですね。ブースター17段のカードみたいですね。はい、これも4枚かな。はい、4枚あります。でこれは17段のカードで、煉獄竜ボーテックスドラゴニュートっていうカードですね。まあ本来は煉獄竜っていうのは17段で組めるデッキだったのかな。そこの後から多分その後でムービーブースターが出たので、カテゴリーが煉獄竜のカードが多く出たのかなと思います。こいつの相方は見づらい、ブールウィンドドラゴンかな。はい、まずこいつは3枚ですね。で、ワールウィンドか、これが相方の方ですね。ワールウィンドドラゴン、これレアのカードみたいですね。はい、パラレルの感じがなんかちょっと違うのかな、いつもとレアってなんかちょっと違った気がする。はい、これも3枚ですね。でここからはそのデッキで使えそうなカードを拾ってきました。煉獄竜騎士ジアーですね。よくあるリアガードでアタックした時に、カード名に煉獄含むバンガードがいるならバトル中、プラス3000といったカード、まあ4枚欲しいところですけど2枚しかなかったですね。はい、であとはトリガーのカードですね。煉獄竜騎士トゥーバー、こいつムービーブースターに入ってたんですけど再録枠じゃないかな、昔からなんかこいつはいた気がしますね。これ3枚ですね。クリティカルトリガーでヒールトリガーで、煉獄の踊り子アガフィア、これはムービーブースター、これは4枚ありましたね。はい、で、煉獄竜バスターレインドラゴン、これもクリティカルトリガームービーじゃない、これはブースター17なんで4枚ですね。はい、で最後が、煉獄竜ベタルフレアドラコキッドですね。基本的にカゲロウってドラコキッドのカードが多いですね。ファーストバンガードは先駆持ちでソウルに置くとバンガードがレギオンした時に、コスト払って、バンガード1枚選び、そのターン中にこのユニットのアタックがヒットした時相手のリアガード1枚選んで退却させるを与えると。はい、やっぱパラレルちょっと違うな。はい、といった効果持ちの、ファーストバンガードになります。というわけで今回は主に煉獄とついたカゲロウのカードを紹介しました。まだまだ、カードありますので紹介していこうかなと思います。またそれでは次の動画で紹介しますのでお会いしましょう。それではバイバーイ。